よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあそうですね、あのベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ怪我人がね出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。茂木が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、ここは打ち上げています。捕ってワンアウトです。バッターは2番に入っている島内。カスティーヨ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーカスティーヨ、そしてキャッチャーは斉藤。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。切れてますね。はい、アウトロー、変化球、空振りでストライク。ノーボール、ツーストライクです。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、源田アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打席には3番バッター浅村。ツーアウトランナーありません。この回のイーグルス打線ですが4球でツーアウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、ファウルになります。ライダー外れます。いい球ですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。ボールになります。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。バッターは注目のルーキー斉藤。ツーアウトランナーありません。斉藤、背番号70。初球は何で来るか。初球大きく外れています。打ちました、わずかに右に切れました。ファールボール。痛烈、これはどうか、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは9番に入っている金子。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク、高め空振り、ノーボールツーストライク。いい当たり、これはどうだ、センターに抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。イーグルスピンチになりました。2回裏に入ります。さあイーグルス、この回は4番から始まります。バッターはブラッシュ。イーグルス0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。ボールになります。ボールになります。外外れてボール、スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番銀次。カスティーヨ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
初球空振りです。スピードボールを持っています。これは内へ外れます。いいストレートですよね。はい、低めストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。5球目は何で来るか。チェンジアップ外れました。よく見ましたよね。選球眼がありますね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。3ボール2ストライクです。センターの前、あっという間にセンター前へ。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました。これはどうか。2塁を送ります。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。大きく外れてボールです。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。8番バッターはキャッチャー島。まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。初球空振りです。打ちました。セカンドが取る。アウト。ツーアウト。バッターは辰巳。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低めのボール入りました。ここは157キロを計測しています。ナイスボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。見逃して三振になります。スリーアウト。チェンジ。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。茂木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。ピッチャーゴロ。取った。一塁へ送ります。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには2番島内。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カスティーヨ、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。源田が掴んでツーアウト。打席には3番バッター浅村。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った。サードゴロです。取った。一塁アウトでスリーアウト。チェンジです。8番バッター斉藤。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。これはショートライナー。赤星さん、
バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか？まあそうですね、ただ今日のピッチャーの調子だとなかなか打つのは難しそうですね。そうですね、それほど今日のピッチャー調子がいいようです。内へのボール外れました。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは5番銀次。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。カスティーヨ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはイーグルスがエースの岸、そしてライオンズがカスティーヨ、この2人の投げ合いとなっています。いい球でしたね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには6番渡辺。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。インコースへ大きく外れます。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。いや、ギリギリですよね。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。今のがストライクですかという感じで、バッターなかなか諦めがつきません。しかし判定もちろん覆らず。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。5回の裏、残念ながら三者で。今日は非常にコントロールが良くストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、7番から始まるイーグルスの攻撃。バッターはウィーラー。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。イーグルス得点に動きはありません。0対0で三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。このボールはしっかり見送りたかったですよね。バッターボックスは8番島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カスティーヨ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。アウトコースは外れます。これが4球目。インサイド落ちました。これはどうだ、ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックスには9番辰巳。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。バッターボックス斉藤。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたからタイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。そうですか。ツーアウトランナーありません。次が2球目。2球目打ちました。これはショートライナー。赤星さん、先発ピッチャーのためにも早く先制点をプレゼントしたいところですよね。まあそうですね、今日の両投手の出来だと1点が勝負の分かれ目になりそうですからね。そうですね、その1点どちらに入るんでしょうか。さあ外してくるのか。体に近いところ、ボールになります。さあ仕留められるか。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番島内。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カスティーヨ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょう。打ちました。高いバウンド、セカンド取った、島内。これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。バッターボックスには3番浅村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたい。変化球打った、抜けていった、左中間へのヒット。浅村今日の初ヒットがここで出ました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。バッターボックスブラッシュ、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。内へズバッと投げ込んできました。併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターのブラッシュ、ジャストミート、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、二塁はセーフ、レフト前ヒット、これで3連打。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。ここは得点が欲しいですね、さあそしてこのチャンスで打席には5番の銀次が入っています。初球ストライク、ここは見ます。併殺狙い、インコースに攻めてきました。見逃し三振、ランナー釘付け。このチャンスしかし打つことはできません。満塁は変わりません。チャンスの場面なんですが結果を出すことはできませんでした。三振です。まあ彼の決め球にしてやられてしまいましたね。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあただね次が彼ですからどう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。その期待に応えてほしい。渡辺がバッターボックスです。ショート掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。8回の裏7番から始まるイーグルスの攻撃、ウィーラーがバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、源田アウト、ワンアウトです。打席には8番バッター島、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあ球威が落ち始めてますからしっかり狙っていきたいですよね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。インコース決まっています。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、低めのストレート、ストライク、ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。赤星さん、バッターとしては何とか勝たせてやりたいという気持ちなんでしょうね。こういう試合を勝てるかどうかで全然変わってきますからね。そうですね、明日以降につながる勝利何としてももぎ取りたいところです。アウトロー外れます。変化球空振り、ワンアウトです。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよね。そうですね、ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。
ライナー抑えてアウト。3番バッター浅村、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。外のボール打った、この打球はフライになっています。センターフライ抑えてスリーアウト。打順は8番斉藤、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうです。打ちました、痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。名前とこに行ってしまいましたね。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。小宮山さん、最後まで粘りの投球見せてくれてはいたんですけれども、勝ちにつなげることはできませんでした。まあそうですね、まあ一人でよく頑張ったとは思うんですけど、まあ次期待したいと思います。はい、期待しましょう。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。